こんばんは。焼きそばの会社のペヤングの意味が、ペアとヤングを掛け合わせた意味だということを知って驚いている高野雲です、えー。ご存知でしたかペアヤングなんですよね。なんかね、ヤングな二人がペアで分け合って食べてほしいというような意味だったみたいですね。びっくりしました。あの韓国人が若いという意味だったとずっと思っていた私はアホでした。 まあどうでもいいんですけれどもね、まあ、今回もコメント返しをしていきたいと思っておりますえー、っとですね本日私はチャールズ・ミンガス話アートブレーキミンガス話ブレーキ話というようなお話をアップしたんですねでそれその中で 私は直立エンジンの A 面があんまり好きじゃないよーって話をしたんですよ。B 面は好きなんですけども、と。あと、フォーバス知事の偶話もあんまり好きじゃないよー、と。これはあくまで本当私の個人的な趣味なんでね。だいたいね、あのミンガスの代表作の2曲をね、あんまり好きじゃないっていうこと自体、あのアホなんですけどね、私はね。ただ、他にもね、 まあ問題作であり名盤であることは認めるんですけどそのね2枚「ミンガスプレゼンツミンガス」と「直立エンジン」だけど他にももっともっとミンガスにはいいアルバムがあるぞという思いで、まあ、相対的にねミンガスがたくさん出してるアルバムの中ではちょっと順位下の方だよっていうような意味なんですけれどもまあそれに対してですね永、えー、井勉さんから、えー、このようなコメントをいただきました。 新種モンクウイルスが脳まで行ってしまった長いです <laughs> おめでとうございます <laughs> とても残念です涙 <laughs> もう残念ですってやっちゃいましたねあフォギーデーが嫌いだなんててんてんてん涙ジェフベックスはジェフベックスだってすいませんねジェフベックはですねジェフベックはミンガスのグッドバイポークパイハットをカバーしているんですけどもう一曲 あ、フォギー,デーにイインスパイアされた曲があるんですフリーウェイジャムという曲です。リンクが貼られました。貼られています。聴きました。<laughs> ほんとクラクションじゃんみたいなね <laughs>。ギターはいいけどね、クラクション余計じゃんとかって言って、俺はクラクション嫌いなのかもしれませんね、もしかしたらね。で、まあ、車のクラクションから始まる曲はこの2曲だけです。てんてんてん笑いって。まあ、あのね、 クラクション、別に嫌いってわけじゃないんですけどあと、ほら、えー、とジョージ・クリントンのシンデレラセオリーにもクラクションが、ね、たくさん対応されてる曲入ってましたよねだからなんかクラクション入れたがる気持ちもわからんでもないですけれども、まあ、私からしてみれば別にこのジェフ・ベックの「フリーウェイジャム」いい曲だしギターかっこいいと思うんですよでもなんでクラクション入れるのって感じなんですけれども。 まあ、インスパイアされたんでしょうねちょっとミンガス尊敬してたんでしょうねミンガスっぽくやってみたいなってたまにはアクセントとして入れるといいかなとは思ったんでしょうねまあ,あすいませんあんまりね嫌いな理由あんまりくどくど述べてしまうとそれで人間関係壊れてしまうのでこれ以上あんまり言いませんもうそれで私何人も失ってきましたから人間関係壊れてきましたのでまあもしかしたら5年後ね なんとなくまっさらな気持ちで聞き返してみたらお実はいいじゃんなんで嫌いだったんだろう俺ってバカバカバカって思う日が来るかもしれませんのでねまああんまりそうそうなん嫌いな理由をねあんまりいじくったり掘ったりしてもしょうがないななんて気はするんでねなのでまあこの辺にお話はとどめておきたいと思うんですけれどもただそのフォローとしてですね私が以前ですね ちょっと前に動画ででアップしして紹介した本があるんですよ。中山泰樹さんがお書きになられた「講談社現代新書のジャズの名盤入門」という本があるんですね。ここではあの中山さんは「ア・フォギー・デー」をすごくね絶賛しているんですよ。まあ、下の概要欄にアマゾンに飛べるリンク貼っておきますので興味ある方は こののジャズの名盤入門、ぜひですね、お買い求めになってお読みになってください」と一応出典を断った上でちょっと一部分だけ抜粋して読んでみますね「霧深き日ではミンガスの卓越した描写力とユーモアが存分に堪能できる演奏は警笛やサイレン街の喧騒や自動車のクラクションを思わせる効果音から始まる。 ななんと秀逸なイントロだろうほら永井さんなんと秀逸なイントロだろうってクラクションのことを中山さん褒めてますよ。ね、つまりミンガスはノームによって引き起こされる交通渋滞の情景をサウンドで滑車。滑車っていうのはカシャっていうカメラのシャッターの音じゃなくて、まあ、そんな分かってないって思われるかもしれませんけどね活動写真の勝に写楽の,シャ,ラックのシャですね。で 交通渋滞の情景をサウンドで生き生きと描写しで一種のコラージュ的手法で表現しようとしている、まあ、それは私もわかるんですけどね、まあ、で1956年という時点においてこの発想しかも多重録音まで試みているのだからさすがは奇載。ほら褒めてますよ永江さん中山さんはミンガスのこのポギーでのことでイントロを受けて演奏は会長に進むが またしても交通渋滞に巻き込まれこれはソロを自動車に見立てなかなか進まない様子を表しているそして最後にはやはり渋滞に巻き込まれ遠くでサイレンが聞こえるのは軽い接触事故でも起こしたのか鍵のようなものを落とした音が聞こえるが7分6秒目って書いてますねこれは車のキーかそれともアパートの鍵かともあれこれほど見事に霧の深さを描き一級のジャズとして表現したミンガスはやはりのジャズとして表現したミンガスはやはり ベースも弾ける作曲家だったと痛感すると、えー、中山靖さんはこのアフォギーで霧深き火をですね絶賛していますですのであの私が言っているねあのなんかクラクションがチンプだねなんていうねあのチンプなね評論をみたいなものをですね間に受けずにもっとあの素晴らしいですねスイングジャーナルの元編集長であった中山靖さんのこの ここに書いてある言葉で勇気づけられてください。<笑><笑>まあね、まあ、書かれていることは私はごもっともだと思います。もう本当、その通りだと思います。ちゃんと鍵の音だってちゃんと聞いてますけれどもね、あとはもう本当ね、好みの問題だと思いますけど、まあ私の場合は、ちょっとね、って、ちょっとオーバーじゃ、ね、やりすぎじゃにみたいな感じがしてるだけですのでね、すいません、長井さん。ちょっと長井さんの好みに合わなくて。 だけど、だけどフォローするように言いますけれども、ジェフ・ベックのギターはいいです、と思いました。<laughs> というわけで、すいません、これです、ちょっとはですね、フォローになったでしょうか、留飲下げていただけたでしょうか、ということで、えー、今回はですね、私が本日アップしましたですね、チャールズ・ミンガス話という動画にいただきました、えー、永井勤さんからのコメントに、フォローするような感じのですね、いや、 私は嫌いと言ってるけどあの素晴らしいと言ってる評論家もいますよというようなあのご紹介ということでですねまあ全然そんなのがんちゅうねえよっていうか全然そんなの関心ねえよっていう方からしてみればどうでもいいお話だったかもしれませんけれどもねでもやっぱりほら文句ウイルスが 脳にまで侵食してしまっている状態の永井さんなのでね、まあ、少しは治療薬みたいな、ね、内容のお話をしないといけないかなというですね、使命感に駆られて今これを吹き込んでいるんですけれども永井さん少しは良くなったでしょうかということでまた別な動画でお会いいたしましょうさようならバイバイよ。